どん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 、たくあんボーイ、どうも、たくあんボーイです。今回はですね、またまた、やばすぎるお客様シリーズでございます。今回はですね、進撃の男というお話をさせていただきたいと思います。さあ、それでは進撃の男という話なんですけども、これがですね、僕が改札業務をしてる時の話なんですけども、改札の仕事っていうのは基本一人でもやるんですけど、もちろんね、二人三人体制でやる場所もありまして、僕がその日は二人体制で、まあ、相方の、先輩がいたんですよね。で、先輩と一緒に、じゃあ今日は一日やっていくぞということで、先輩と一緒に朝入って、あ、じゃあ今日は一日よろしくお願いしますということで挨拶した時に、まあ、先輩が僕に言ってきたんですよ。おい、最近な、改札突破してく男がいるから、今日こそは捕まえろよって言ってきたんですよ。はぁ、なんか刑事みたいなかっこいいこと言ってきますねって言って、またふざけてるよこの先輩と思ってたんですよね。で、もう普通に仕事が始まって、まあお昼、食べて、で、午後になりました。でね、まあいろんなお客様いまして、あ、今日も大変ですね、みたいな話をしてたんですよ。で、夕方ぐらいですかね。で、その先輩がちょっと一服行ってくるわ、つって言って小休憩行ってきたんですよ。で、僕がまあその間一人で見てるんですけど、もうその時はですね、改札の、その突破してく進撃の男の話なんて、とっくにもう忘れてたんですよ。で、普通に改札立ってて、ご乗車ありがとうございます、ありがとうございますって挨拶してたらですね、改札の、奥の方の改札の、改札からね、10メーターぐらいちょっと離れた場所に、クラウチングスタート、わかりますか皆さん。100メートル走とかで、そう、陸上の選手がなんかスタート前に、クラウチングスタートやってるじゃないですか。あれをしてる人がいて、何やってんだ、またちょっと変な人いるなーって見てたんですよ。そしたら、急に、バーンと走り始めて、改札、ボーンって突っ切ってって、わーっと走ってくるんですよ。本当にいたんだ、改札突破男と思って、本当に進撃の巨人のごとく、壁をぶち壊して、街に入ってくる、もう、悪い巨人たちいるじゃないですか、本当に憎たらしい巨人が。あの感じで改札突破して、外出てったんですよ。でも、改札エラーになって、ピンポンピンポンピンポンってなってるんですよ。ちょっとお客様お待ちくださいって言って、もう僕も刑事の感じでね、ちょっとワクワクしながら追いかけてったんですよ。で、僕も結構ね、足早い方だったんで、そのもう必死に追いかけて、なんとか追いつきまして、お客様現行犯逮捕と心で思ったんですけど、まあね、ほんとなんとか捕まえまして、お客様、どういうことですか、切符をね、お持ちなんですかということで事情聴取をしたんですよ。そしたらなんか、定期券を持ってまして、あ、これです、これですって言ってきて、お客様、定期券をお持ちなんだったら、しっかり改札を通して通ってください。エラーになってますし、お客様、そのままね、突破されるのは本当に、改札も壊れてしまうのでね、やめてくださいということで、しっかり注意させてもらって、お客様もね、あ、わかりましたって言って、なんかね、しょんぼりしてんだと思いましたけど、もうね、なんか多分、進撃の巨人に影響されてかわかんないですけどもね、突破したくなっちゃったんでしょうね。はい。で、まあ僕もね、刑事のね、感じでちょっとワクワクした一日でありましたけどもね、本当にその改札をね、マジでちょっと突破してくとは思わなかったですけど、進撃の男というね、お客様のお話でございましたけどもね、今日はこれで終わりたいと思いますね。でもなんかワクワクしましたね、僕もあの一日は。はい、まあ、刑事さん本当大変な仕事だなって思いました。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。新規ついでに恋ダンスよいしょ。